赤星憲広、通算打率2割9分5厘。は？現役9年間で規定打席到達して打率3割以上が5回ある模様。ホームラン点打者でこんなに打率高いやつ二度と現れんやろな。赤星ってあんま下手んって言われんよな。出塁率高いからな。そもそもめちゃくちゃ足早いし盗塁うまいし、単打でも盗塁するから実質二塁打やからな。思ったより高い。切り気にも効果絶大なラビットどっぷりで衰える前に引退してるからな。それでも OPS.7 くらいしかないけど、内野安打で稼いだ打率は嬉しいか。今岡、おランナーおるやんけ。課金通算出塁率365はやばい。2010に赤星いたらと思うけど、そしたらマートンいなくなるという。牽制球の気類のしすぎで首を悪くして引退につながったってすごい。怪我で早めにやめたからな。怪我なくて長くやってたら当然もう少し下がってたやろ。長打ないし塁に出したくないのに出塁率高いとかわけわからんな。ファール打つのうまくていやらしかったかな。普通こういうタイプは早打ちで当てに来るけど、赤星って名前がずるいわ。かっこよすぎる。ご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひよろしくお願いします。